まあ緊張はちょっとはしてますけど、まあ楽しくいい雰囲気で練習できてると思います。アジア大会からもすごいいいコンディションのまま決勝行って、まあそこでも優勝できて、すごい今嬉しいです。まあ海外と対戦することもあまりこれまでなかったので、こう強さだったりスピードだったりっていうのは、まあ、違ったので、私的にはすごいいい経験になったかなと思います。まあアジア大会とカップ戦終わって、ドリブルのところを評価してもらって読んでもらっているので、そこを代表でも出していければいいかなと思いますし、追加招集ですけど、そんなことは関係なく、自分のできることを全力でやっていけたらいいかなと思います。やっぱ負けられない戦いなので、絶対に勝って予選を終わりたいと思います。